どうも、ハイチューです。今回は英語の勉強法、しかも受験直前にどうやって伸ばすかっていうところについて話していこうと思います。で、あらかじめ伝えておくと、正直この時期、まあ受験ほど直前から英語を伸ばすっていうのはなかなか厳しいものがあるっていうのは前提で、分かっていてください。で、ただ、それでも伸ばさなきゃいけない方はいらっしゃいますよね。で、まあ、付け焼き刃みたいな感じで多少なってしまうんですけど、自分が思ってること、考え方っていうのを少し話して、多少でもね、役に立てればと思いますので、よかったら最後まで聞いてみてください。では、早速ね、話していきましょう。で、まず、まあ、いつも言うように、その都道府県によってとか、私立高校によって、出る問題傾向が違うんですね。で、例えば、アクセント。アクセントの場所が同じものを選びなさいとか、あと発音ですね。母音の下に線が引いてあって、同じ発音のやつを選びなさいみたいなのが結構あったりするんですけど、そういうのが出る地域の方は、まずそこはやっておくといいです。で、これはですね、今回高校受験に限定して話してるんですけど、そのアクセントとか、発音系っていうのは、出るものがかなり限られます。だから、書店の問題集とかに載ってるものが、ちょっとある程度量は必要なんですけど、載ってるものを結構やっておけば、全部は見たことなくても、あれこれ見たな、これ見たなっていうのは多少は発生すると思います。なので、そこを固め打ちしてやっておくと、まあ、みんなのチーム出る得点の数というか問題数にもよりますけど、やっておくといいと思います。で、次に、並び替え。5個ぐらい単語があって、並び替えなさいとか、並び替えて2番目と4番目の数字を書きなさいとかっていうタイプの問題あると思うんですけど、これに関しては基本的に文法勝負になります。で、それと、まあ、長文、他のね、出題傾向もありますけど、長文が出ないところはまずない。で、並び替えはね、たまにあるんですよ。出ない地域っていうのが。それか、長文の中に1問だけ並び替えがあるみたいなタイプもあると思うんですが、基本的にやっぱ文法と、まあ、英単語量、単語力ですね。この2本柱になります。まあ、それはみんな分かってるよって話なんですけど。で、本気で英語を伸ばしたかったら、まずこの2個をとにかくやるしかないです。どっちかをサボってラッキーで伸ばすっていうのはほぼほぼ無理。例えば、テクニックとか、ちょっと裏技的なものって YouTube のチャンネルで上げてる方もいらっしゃれば、本とかでも普通に書いてあるんですよね。で、ほんのにそれは役に立ちます。役に立つんですけど、これってある程度の英単語力と文法力があったことが前提なんですよ。だから、それがないと裏技も使えないんですよね、テクニックも。だから、まあどこまで行けばいいんですかって数で示すことはできないんですけど、英単語力は一つでも多い方がいいんです。そう。だから、まあ皆さんがどういう本を買ってるかわかんないんだけど、単語帳、本あるじゃないですか。をとにかくやっていきましょう。で、これをもし本気でやるんだったら、1日30個、50個とか、ガチな気持ちで本気でやるんだっていうぐらいに、そのぐらい打ち込まないと、英語は伸びないです。単語はもう数をどんどんやっていく。で、文法なんですけど、これね、英語が苦手な方とか嫌いな方に言うと、はぁ、何言ってんのって思われるかもしれないんですけど、中学校の文法の量って実はそんなに多くないんですよ。まあ自分シリーズで全部撮ってますけど、まあ動画の本数で言ったらね、結構あるように感じるんですが、まあまず B 動詞から始まってさ、一般動詞があって、他にも進行形があってとか過去形があってとか、まあ3年生になったら現在完了とか受動態とかいろいろあるんですけど、あげたらね、いっぱいあるじゃんと思うかもしんないけど、でも数で言ったらね、そんなないんだよね。だから、その一個一個文法の、まあ、例えば文法っていうのは英語のルールだから、こういう風に書いてあったらこうだよねって。例えば、ザが書いてあって、あ、ザってあるでしょ?ザがあって、後ろの単語に EST がついてる。トールって背が高い単語があるんだけど、トーレス。EST がついて、ザと EST だったら最上級ですねとか、もうサインでわかるんだよね。その書いてあったら。だから、そういうのを覚えていくもの。あとは、例えば、一番重要だったら疑問詞。5W1H、What とか、Who とか、あの辺のね。5W1H は、基本的に英文の最初に使うと。もちろん、途中で使うものも出てきますけど、そういったルールを覚えていくっていうものなので、それを、あ、無理無理、また多いもん、とか、難しいもんっていう気持ちをもう、なんってやって、そんなにないから、ルールをちゃっちゃと覚えちゃおう、私ってぐらいになれるかどうか。苦手意識が、これは英語だけじゃないですけど、苦手意識と嫌いな気持ちっていうのは、勉強の効率をぐっと下げてきます。まあ、当然だよね、やりたくないことやってんだから、あーめんどくせえとかやりたくねえって思いながらやることって作業進まないじゃないですか。勉強以外のことでも。
だからそこをどれだけグッと我慢してやれるかどうか、本気でやんなきゃ、まあ英語だけじゃないけど、これも本気でやんなきゃ勉強の成績なんて上がるわけないんで、そこをやるかで、ほんと単語力と文法力がある程度ついたら長文の世界変わるから、あれわかるってなるんで、でそっからまず、あ、ちょっとわかるかもってなった状態から練習量をこなしてやっと得点ができるんです。だから段階が多いんです、得点ができるようになるまで。並び替えも同じです。英単語力、単語力と文法力をつけて、そのまま並び替えにしても長文にしてもそうなんですけど、練習をする、練習をこなしてやっと得点化なので、まあそこまで時間がないよって方もいるかもしれないです。もしかしたらこれを聞いて英語をじゃあやっぱり捨てて違う科目頑張ろうってなる方もいるかもしれない。それでもいいと思います。受かりゃいいんだから、言ってしまえば。それ別に英語で満点取んなくても他でカバーすればいいって話もあると思うので、まあ一概にこうしてとは言えないんですが、もしね、英語をこっからはあともう 1ヶ月とかそのぐらいなので、本気でこっから伸ばそうっていう方はぜひそんな感じで勉強してもらえたらと思います。